ということで、県でも植樹祭を開催しております。その関係もありまして知事から祝辞を預かってまいりましたのでご披露申し上げたいと思います。本日記念すべき第40回鹿沼さつき祭りが盛大に開催されますことを心からお祝い申し上げます。春から初夏にかけての爽やかな風が吹き抜けるこの時期、優しい色合いと品のある佇まいを持つさつきは多くの人々に親しまれ、見る人の心を和ませる存在であり、私も大好きな花の一つです。またさつきは節制、節約、そして協力が得られるという花言葉を持つとお伺いいたしました。折しも震災により未曽有の被害を受けた今日の日本にとても重要な意味を持つキーワードだと思います。でここでこの度の東日本大震災により被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。さてこの震災や原発事故に伴い本県においても観光業、農林業、製造業などさまざまな分野で多大な影響が生じております。県におきましては地震発生後直ちに対策本部を設置し、生活基盤の回復に向け全力で取り組んでまいりました。また4月27日には震災からの復興へのステップとして、災害復興推進本部を設置し、県産農林産物や観光地の風評被害、県内企業の支援や、雇用対策など一刻も早い県民生活の安定に向け取り組みを進めております。特に観光につきましては震災に伴う自粛ムードや風評被害についていかにこれを払拭し観光需要の拡大を図っていくかが緊急の課題となっております。このため4月5日に全国に先駆け栃木に観光安全宣言を行い、本県の観光地は大気も水も食べ物も安全で安心なものを提供していることを改めてアピールさせていただきました。また各種イベントや県民に向けての一家族一旅行を行うなど県内外に向け積極的に誘客活動を行っているところでございます。このような中、鹿沼市におかれましては地域情報の提供や人々が気軽に交流できる場である町の駅に積極的に取り組まれ、全国一の認定数を誇っておりますが、去る4月29日にはその交流拠点となる町の駅新風間地区が盛大にオープンされ、ますます多くの人々に楽しんでいただける魅力的な地域となりました。鹿沼さつき祭りにおかれましても、全国各地の愛好家が丹精を込めて作った見事なさつきが展示されるさつき大展示会や数万本のさつきの展示即売など、毎年全国から約40万人を超える大変多くの皆様が来場されていると聞いております。今年もこの全国最大のさつきの祭典を心待ちにしていたお客様が入場され、さつきの魅力を十分に堪能されるものと期待しております。結びに、東日本大震災により大変な状況にある中、この鹿沼さつき祭りの開催に向けご尽力された関係者の皆様に心から敬意を表しますとともに、本日ご参加の皆様のご健勝を心から、記念申し上げまして挨拶といたします。平成23年5月28日、栃木県知事福田富勝。